判定とか破の中の中から犯人を推理しましょう。ペロペロペロ3人の中で一番大きい数字が犯人です。ペロペロペロ BGM が怖いな。ペロペロしてるな。え BGM 革命ペロペロええ分からん。事件に関係ない2人の数字やっていけば分かりそうだよ、こういうのは。ちょっと待って、簡単説明見よう。2から8まで2から8までの数字があり、3人のうち一番大きい数字が犯人、ただし3人の中に 5があると一番小さい数字が犯人です。はぁ待って、難しいな。他の探偵の推理もヒントになりますが、もしかしたらあなたをはめようとしている罠かも。最後に間違えた推理をした人にはペナルティーか、ペナルティーの最も少ない人が最高の名探偵です。はぁ多分やれば分かると思うが、5人だと、どうやって探してくんない？とりあえず始めて、3人の容疑者のうち2人だけの情報を見て犯人を推理するらしくて、うん、はぁ、なるほどなるほどなるほど。それぞれ探偵となり、次々と発生する事件の犯人を推理していきます。楽しい。犯人は3人の容疑者の中の1人。こういうのさ、あのみんな知らない状態でさ、なんかなんとなく手探りでやるのが楽しくない？最初そう、おもろいんだよ。なるほどですね。わかる。巫女に解けない謎はない。事件発生しました。ついに本骨探偵事件がもうすでに発生しましたけど大丈夫ですか？アリバイ確認。アリバイはあるのですか？うーん、あーはあ、あなるほど。ほう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 、ちょっと何もわかんない。何もわかんない。容疑者を2人だけ見て探偵チップを置こう。3人の容疑者の中で最も一番最も大きい数字が犯人。ただ3人の中に5個が犯人になる。あ、自分たちの手持ちも見て、この場に何があるのかを推理するってこと。多分そうだね。で多分一人自分にしか見えない情報がかなりあるよねこれ、うん、そうね。フリア、俺ら同じ探偵ってこと？いやだってこれしかないなぁ。そしてミコチは完全に秘密したで。あー顔がミコチ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 。これちょっと白犬には難しいゲームだったかもしれん。あーミコチ、みんな何してんの？ミコチミコチみんな何してんの？さああー、なるほど。でも、はあ、このバッテンになってるのは何なんだ？バッテン、バッテンのカードもあるよね。バッテンが分かんないカードは？え？うわおいおいおい、 D がおかしい。え、ちょっと誰か情報なかったんですかそこ、 D の。あ、意味わからん。は？ふざけんじゃねえ。おいあれでも朝が犯人でしょ？完全に踊らされた。え、5があるから2が犯人。2が勝ちってことは？これわかるぞ。あ、この手札全公開なほね。いやいや、事件発生じゃないんだわ。発生するよ、もう事件は発生してるけどね。ちょっと待って、事件発生しやがったけど全然わかんないんだわ。なに、 D が死体なの？なになに、これもうわからん。もう終わった、もう終わった、そのターン終わった、もうそれ。眉毛が痒くなってきた。あ、ちょっと難しくなっちゃったかな。難しくなっちゃったかな。え、買い替えになっちゃったね。え、この D、うん、D を見ることもできるの？D は見れないんじゃない？あ、そう、あ、そうか。いや、私はこれだと思う。え、3人の容疑者、何の根拠があってそんなんわかんの？わからん。これも一応みんな、みんながさ、あの探偵であり、その、え、ね、なんで今回こんなぼらけてんの？これじゃねえの？これ協力戦なしだよね。なんでわかるの？なんでわかるの？これだと思う。え、乗っかってるんじゃなくて？何が？え、乗っかってない、ちゃんと推理してます。すごいね。あの、確認されたアリバイが自分のやつ見れるからさ。そうだよね、踏まえてこれかなと。あ、そうか、じゃあ相手が見てるってことは、うわ、そういうことか。ちょっとやばいな、私の相方ミコチがいるんだけど、なんか同じカード見た人が。うわ、わかった。なんでじゃあフレアがそこに置いたかっていう話だよね。じゃあ全てわかった、うん、ここだな、フレアを信じよう。えー、
僕は信用するんだよ。はぁ、あれ古谷くん、5の可能性を信じちゃった。あー、そっちか。あー、じゃあ、じゃあ普通にこれはさっきのやりたかったこと、ね、ってことか。じゃあ、さっきのがちょっとイレギュラーだったんだね。いや、2個まで5を持ってたんだよね。あ、そう、大丈夫ね、強いよ、強い。あ、なるほどね。え、それどこ、あ、本当だ、私それどこで見てんだ。いや、何も見ないで答えてたかも。右下にあるよ。そう、あ、そういうこと。やばいやばい、いきなりしくじってる。いきなりちょっとめっちゃしくじってる。ポルカやばい、終わるかって感じ。進むの？ん？ポルカが進むんだ。ね、はてな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 。まあいいんだよ、一回話しきりや。スイちゃん、スイちゃん黙って。黙れみこち。ねえ、これがこうね。なるほど、なるほど、なるほど。全然なるほどじゃないよ。わかった、これ、あれ、釣られた、あ、なるほどね。あ、マイナスされてんの？え、マイナス？でもそれでもみんな理解しようとしてて偉いね。あ、ペナルティなのか。あ、みこちからだ。お、みこちがはーって言ってる。はーって言ってる。何そのはーは。これからちょっと緑の人 と団長と、あれだね、フレアに期待しよう。そしたら、いや、私に期待しちゃダメじゃね。もう終わってるよ、ポルカのターン。え、あれ、私が投票した時にはポルカもう終わってるよって。ああ、そっか、わかんないけど。じゃあ団長信じよう。でも乗っかるの、乗っかっちゃうの、乗っかりたくねえ。乗っかじか、どうなるの、そしたら猫に乗っかれないのか。あ、そう、あ、そう、あ、そう。すいません、あの、ミコさん乗っかってもいいですか、自分。あ、おいおい、ポルカ。いいよ、ポルカとミコは同盟だ。おいおい、ミコに、ミコを信じるものだけついてこい。やはり、あの、助手しますよ、自分。探偵助手。します、しますよ。ワトソンくん。いや、これでしょ。あ、え、でも、スイちゃんが乗っかってくれた。そうするんだ。バカだね。バカだね。あ、やった、フレアがそこに来てくれた。やった、もう完璧じゃん。これは絶対ここ。はい、素晴らしい。はい、ライン完成。これは絶対ライン完成。あのさ、マジで。あいえ。あの、私さ、信じるものは救われる。ねえ、聞いて。私さ、2と5が見えてるんだよね。なんでやねん。そんなんずるいや。そんなだよ。ずるっこじゃん。え、みこちも見えてたってことだよね、そしたら。あれ、みこも5が見えてたん。そうか、じゃあだからやっぱみこちについていくの正解だったんだ、うん、そうだよ、よかった。あ、これ後ろ結構有利じゃん、そしたら。じゃあそれはそうかも。あ、なるほどね。事件発生してるよ、また。もうコナン君ばりに死んでる人、うん、確かに。アリバイを早く終わらせてやろう。アリバイ、いいアリバイ引きたい、いいアリバイ引きたい、いいアリバイ引きたい。うわ、微妙。あー、スイちゃんごめん、そのアリバイ。スイちゃんごめん、そのアリバイ。スイちゃんごめんね、そのアリバイ。本当に本当にそのアリバイについてはもう何も言えないわ。そのアリバイについては申し訳ない。ポルカの調査不足だった。マジでお前、これですね、の脳なし脳なし探偵だな、まったく。なるほどね。さあ、いや、フレアがそこに置く加工じゃないかなって思うんだけど、迷いがなかったな。もしやまたいい引きだったりするのね。みこちがちょっとどう動くのかな。いや、ここだよ。え、わ、全然分かってる。え、あー、なるほど、うん、分かんないよ。みこを信じなさい。でもね、え、みここれ開示されてるのは多分みんな一緒やと思うんやけど、なんでみこちがそっちになったのかがマジで分かんない、うん、え、ちょっとスイちゃんが最後なのか、きついな。フレアがあんなにえ、みんな真ん中見えてないという感じですよね。そう、みんな違うとこなんだ。あ、違うんだ。そう、みこちだけ真ん中見えてなかったね。あ、ポルちゃんもでも真ん中が見えてない。そうなんだよ。順番的に私が真ん中見れるはず。のろかなっていうのを今すごく悩んでて。いや、でもなるほど、ね、ちょっとさっきの引きずってみるか。引きずってみた。ちょっと引きずってみるか。やっぱポーポーはみこの味方だ。いや、ちょっと、ポーポー、いや、これね、ポーポー、いや、でも、ごめん、みこち、みこち、いや、かけるわ。いや、多分合ってると思うけどな。みこち、みこち、みこち、どういうこと？あ、でも、
見事待ってこないで。スマッシュクレアの後ろでいろいろあれ、おい、待って、よかった、よかった。見事、ね、消えてる。おい、見事、おい、おい、おい、見事消えたぞ。エリート探偵見事。でも7人は結構きついね。あ、ポルカ脱落か。これあの答えた人が変わるんだね、ペナルティ。乗っかってるだけだ。2、3、4、5、6、7、8、XX。すまんの。やばい、でも一番最初だめ。次はポルちゃんにかかってますね、うん、アリバイ確認。これ最初の人が結構有利とかではないよね、うん、多分じゃないと思う。見えちゃった。なるほどね。やだな。ポルカが外したら終わるからな。終わらん。いけるぞ、これだ。はい。なるほど。実際違うのにした方がいいな。いやでもね、今回はね、勝てますよ。大丈夫です。じゃあ私はあえてこっち。さあ、これどうやって選ぶんだ、どれを見るかって。選ぶのは多分見れるのはランダムだよ。こんななんかランダムだよね。そうだよね。みんな3個見れてないから。みこち悩んでんね。悩んでんね。これだな。うわー、ちょっとポルカとのラインは。うわー、まじか。ポルカとのライン消すんか。あー、なるほど。ポルカごめん。多分ここじゃないか。ポルカ、え、スイちゃん。ほらね。え、スイちゃん。え、そうだと思うけど。見えちゃってんだもん、みーこ、見えちゃってんだもん。いや、でも違うのか。ちょっと待って、心配になってきた。やばい。俺はポルカに限りやー。団長。まあ、俺ら同じアリバイ共有してる仲だからな。さあ、やばいか。いけるいける、大丈夫大丈夫大丈夫。信じて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 、いけるからいけるから。よっしゃ、だっじゃん。で、真ん中で2、2、2、おっしゃー。お、来た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 。ポルカ？ポルカ？ポルカ？あれ、ポルカ？あ、ポルカ？これが、これが団長、ごめんな。団長、ポルカ。団長、ごめんな。お前もペナルティだ。大丈夫。もう一戦やろうぜ、ポルカ。もう一戦やってくれるのかい？やろうぜ。もう一戦やってくれるのかい？あと2戦くらいか？あ、そうだね。ラウンド6って書いてある。また事件発生してら。また誰が死んじゃう？まだまだ。クリア全然食らってないですけど。なんなんだあいつ、うまいな。最初に当たる人ってさ、ペナルティを食らう確率が低いんやいいな。乗っかっちゃうから。あ、そっか。そう、だからノエルが乗っかんなかったら今ゲーム終わってた。あらま、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 見ちゃったね、みこち。見ちゃったね。見ちゃった、みこ見ちゃった。見ちゃったね。あらま、あらま、あらま。何何そこ、何急に見てるのがあるからね。え、何がいっちゃったこれ。待って、どうしよう。分かったぞ。この A と B は XX なんじゃないのか。 A と B が XX？ なんやそれ。 XX なってんじゃないのか、この反応は。あ、ペキペキみたいなやつか、あれ。ペキペキ。そのCを選んだのはどういう理由なんですか。でもナエルはどうじゃないの。どういう理由でそれを選んでいるのか分かんないんですよね。わからん。でもこれ賭けだな。でも団長は、反応するか。団長はそこの人と共有されてる、フレアと共有1個されてる、うん、で彗星と最後に共有される。うん、うん、彗星、うん、どうだ、うん、どうだ彗星探偵。いやちょっと場を見ないことには。なんなんで場を見ないことには。それはそう、それはそう。無理なんだよ、もう一巡なんよこれ。一巡に確かに現場を見ないことにはね。水星の回答で終わるんだよ。なるほど。やばい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 。やばいやばいやばい。ポンコット。これですか。おっと。やってもこれは。いや、ここにある。でもフレア探偵は結構打率が高いから、フレア探偵に乗るのは全然ありな気がする。いや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 。そうやってさ、右習いの人生でいいんですか。ねえねえ。団長の言葉が面白すぎる。これない。右ならの先生でいいです。うん、なんかいたとしても僕はゲストよな。信じるよ。うわー、お前を信じる。どういうことだ。俺を信じる、お前を信じる。4、4、4。
何が来る？X じゃん。X じゃん。6じゃん。6。7じゃなきゃ勝ちんじゃない？あっしゃー！パッパパ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 パ。ひどいよ。バイキンみたいなのになってる。なんかおはぎみたいなのついてる。おはぎみたいなの。団長のバイキンが、あはひどいよ。もやっとボールだよ、もやっとボール。社長、そろそろ外していいっすよ。どうすよ。外してよ。でも3番目だからワンチャンありえるな。落ちるかもしれない。2番目やだな。誰と共有されるか。運を引け。あフレアごめん、あのちょっとポルカの調査足りなかったわ、うん、調査終わったかもしれない。フレアポルカの調査足りんかったかもしれん。ミックスやべえ。団長これやばいよ。やばい、お前のお前のアリバイやばいよ。いやこれはレクダーがいやわかんないけど、ミコチ名探偵になれるんじゃない？どうかな。おめえですかね。これですかね。これですかね。これですかね。じゃあミコさんに乗りますかね。え、これうちらに乗った方がいいっすよ今回。うんですね。これみんな今回うちらに乗った方がいいっすよ。ほんまけ？ほんまけ？ほんまけ？うちらに乗った方がいいっすよ実は。でも船に乗れ。これは乗りそう。ごべー乗せてくれよ。ごべーお手が悪かった。マジでわからん。ウソプウソプでごべーお手がまずかった。みんな見ててくれ。見ててくれ。星になるぞ。俺は星になる。で僕は星だから。なんで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 ウソプを信じた方がいいのか、ステラーステラー、スイちゃんの推理がわからん。ステラーステラードゥンパー。本家本家。団長そっちの勝ったらペナルティー4だよ。いやいやいや、こっちみんなもう乗ってっからよ。ペナルティー4だよ、分かってんの。右習いの人生でもいいじゃん、たまには。なっちまったのか。いやいやいや、スイちゃんには見えてるものがあるんだって。みんなでじゃ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 逃げてる理由があるんだ。ありがとう。え、何がなるほどしたんだろう。え？何？あ、え？あ、え？あ、あ、なんか終わった人いる？あれ？何が見え？え？あれ？君は君らしく生きてく理由があるんだろう。だだ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 だね、ちょっと私の話聞いてもらってもいいですか。はい、はい、私のアリバイどっちも罰でした。ごめんなさい本当、私の調査が足りずに本当に最低な話すぎました。でもさ、みこちと5を共有したからもう気持ちよかったね。 そこは5はあったんですよね。いやこれはもう信じるしかなかった。フレアうまシャッチ強かったな。なんだかんだみこちも強い。まあね、みこ以下のものでも悔しい。ズボってこと。悔しい。これに関しては後に